チンチージャでモンテアラゴンは、スペイン、カスティーリャラマンチャ州、アルバセーテ県の自治体。県とアルバセーテから約1 5トルの距離にある。スペイン統計局によると、2009年の登録人口は約3803人となっているが、水の消費データから換算すると居住人口は約5000人と考えられ、その多くはチンチーラをアルバセーテの寝るためだけの町として、 利用しているものと思われる。新石器時代から人が定住していた。イベリア族には、モンテアラガとして知られた。チンチーラという名は、ケルト語で、短い滝を意味する、ティキアから派生したとされ、後ラテン語のソウルティギスより、ソウルティシー、シンクセラ、スウンテラ、シンテラへ変化していった。8世紀以降は、イスラム支配下に置かれ、ムルシア王国時代はアニアラ、または、 シンティニアーラと呼ばれた。1242年、カラトラバ騎士団、サンティアゴ騎士団と共に、カスティーリア王アルフォンソ10世が、アラゴン王ハイメ1世と同盟して、アラブ人と戦い、チンチーリアの再征服を果たした。14世紀には、ビリエーナ公領であったが、フアン2世時代に、カスティーリア王領となった。その後、 カラトラバ騎士団の騎士団長であったアラゴン王子、エンリケがビリエーナ領主の地位を狙ったことからカスティーリャ王家に忠実なチンチーリャは抵抗した。しかし、エンリケ王子のもとへフアン2世の妹カタリナ王女が嫁ぐ際にチンチーリャは持参金として渡された。アラゴンとカスティーリャの係争地となったチンチーリャはエンリケ4世の代に彼の長身ディエゴでパチェコのものとなった。 エンリケ4世の後継をめぐる内乱で、パチェコは、フアナラベルトラネーハ王女側について敗北し、勝者であるイサベル1世は1480年に、チンチ地リアを再び王領へ併合した。カトリック領王時代から、政治経済において、アルバセテが優位となり、チンチ地リアは、さびれていった。しかし、堅固な岩山の上に位置する、戦略上の用地であったことから、 スペイン継承戦争で争われ、オーストリア大公、カール、後の皇帝カール六世軍がチンチーリを占領した。半島戦争においてもフランス軍に占領された。ありがとうございます。